先日ですね、ちょうどゴールデンウィークの時だったんですけども、ばったりある人とすれ違ったんですね。私がブログでね、すごい人とすれ違いました、誰だって言ってクイズ出したらね、いろんなこのみんな書き込みがありましたけど、答え、天皇陛下というね。いや別にすれ違ったと言っても、普通にすれ違ったんじゃないですよ。あちらは車ですから、車列でですね、こういらっしゃいましたけども、まあ、ちょうど私、日本橋高島屋でお買い物をしておりまして、で、まあ、出てきたらですね、ちょっと道の雰囲気が違うんですね。あれ？と思ったわけです。まあ、いつもあの辺、大通りはですね、まあ、駐車してる車が多いんですけど、1台もないわけですね。そして30メートルおきに私服警官が立ってるわけですよ。あ、これは要人が通るんだなと思って、基本的にですね、そういう場合は、まあ、国賓か天皇皇后両陛下、まあ、どっちかしかないですね。総理大臣程度だったらそんな30メートルおきにね、そんなもんやりませんから で、30メートルおきに私服が立っていて、なんかほら信号を調整するボックスのところにお巡りさんが、ね、立っててですよ。それで、聞いたんですね。誰ですかって聞いたら天皇陛下って言うから、お、これは捕鯨しなくてはということですね。すぐ高島屋の、洗面所に行ってですね、ちょっと髪を整えて、ちょっと身だしなみを日の丸が曲がってないかどうかピシッと確認してですね、そして、30分ほど、待ちまして、捕鯨をさせていただきました。まあ異様な空気ですから、みんななんかお巡りさんになんか聞いたりなんかして、あ、天皇陛下らしいわ、まあ、みたいなことになって、みんなざわざわざわみたいな感じで、もう高島屋の目の前なんかもうね、うわー、人がいてですね、まあ、待つこと30分、先頭白バイ、1両目が護衛車で、3台目が、まあ、2両目ね、車両でいうと2両目ですね、天皇陛下のご両者ですよ、トヨタのセンチュリーですね、天皇皇后両陛下、お乗りでございました。そして、まあ、窓を開けてですね、こう軽く手を振ってくださってですね、もう私は直立不動ですね。で、通過の時は、礼ということでございます。まあ、そしてお車がこう来た時にですね、もう高島屋の前に集う民たちから歓声が上がりまして、わーっと歓声がね、まあ、多くの人はこう手振ったり写真撮ったりとかで、私はそういうことはしませんですけども、ひたすら礼をしましたけども、あ、それを見て、お、民たちが歓声を上げておると思ってですね、あ、日本も捨てたもんじゃないなと思ってですね、非常に幸せな気持ちになりました。まあ、天皇皇后両陛下にはですね、何かの会とかでお会いしたことは何回かあります。ただね、ばったりそうやって道端というかね、予期せずこうすれ違うというのはですね、私も、もうすぐ40になりますけども、40年近く東京に住んでいて2回しかありませんからね。はい、まあ、非常にですね、ありがたいなと思って、はい、ですから皆様方もちょっと道の雰囲気を見て、あれ、なんかちょっと雰囲気違うなと思ったら、これはですね、要注意ということで、もしかしたら陛下かもしれないということでございます。以前ですね、外れることもあったですよ。同じ状況で、お、これはきっと、今国賓来てるとも聞いてないし、これは陛下じゃないかなと思ってですね、30分待ってたらですね、何のことはない、共産主義者たちのデモだったんですね。もうずっこけましたけどもね 時々そう外れることありますけども、はい、そういう独特の雰囲気があって、まあ、待ってて外れると損しますから、お巡りさんに聞いたらいいと思いますよ。そしたらですね、私服警官でも教えてくれますからね。はい、ということでございます。皇室あるあるでした。